平成23年ルーテル学院、大門語です、理科大門語です。右の図はある地震における観測所 A 観測所 B での地震計の記録とそれぞれの揺れが始まった時刻と地震が発生した場所 P からの距離を示したものである。地震発生場所があってそこから2つの地点ですねでの地震の揺れを確認しているものになります。ちなみに、初期微動が早く来ているということでこちらが近いとこ、こちらは距離が結構離れているところということになっています。そして、初期微動が短くすぐに主要動が来ると、初期微動継続時間が長くて主要動が来るということになってますので、まあ、ここからも、震源から離れているということが見て取れますね。そして震源に近い方が波が大きい、離れている方が小さいと、こういう状況になっています。地震の揺れの伝わる速さは場所によって変わらないものとし、 A と B はそれぞれ P から50キロ180キロ離れていると、この時点で、距離がはっきりしますね。近い方の A は50キロ、遠い方が180キロメートルということが書き入れることができます。では1番、地震が発生した1、場所 P を何というか、また場所 P の真上の地表の位置を何というか、それぞれ感じてということになっていますので、まず、地震が発生した場所ですね、これは地中深くの場所になるわけですけども、こちらは震源と、でその震源の真上の地表の部分っていうのを震央というふうに言いますね。はい。2番、小さな揺れまたに大きな揺れをそれぞれ何というかということですから、小さな揺れの方を初期微動と言いますね。そして大きい揺れの方を主要動と言います。3番、小さな揺れが始まり大きな揺れが始まるまでの時間を何というか、まあ、ここですね、小さな揺れが始まって大きい揺れが始まるまでのこの区間のこと、これをそれぞれ初期微動継続時間と言いました。ですので初期微動、そして継続時間と、はい、このように読みます。では4番です。小さな揺れを伝える波の速さは何キロメートル毎秒かと、まあ、こちらを P 波というふうに言うわけですけど、ここから線分図作っていきます。P 波の方の話を書くにあたって、まず震源がありますね。この震源から A 地点、そして、まあ、B 地点があると、震源から A 地点までの距離は50キロ、そして震源から B 地点までの距離は180キロ、つまり A と B の間の距離は130キロということになります。今回 P 波初期微動の方ですから、こちらの時間を見ていきます。こっちはこうですね、そうすると A で初期微動が始まったのが24分47秒 B で初期微動が始まったのは25分05秒というふうになっています。じゃあこの間は一体何秒間あるのかというと、28秒間の時間、28秒で A から B まで到達して、あ、ごめんなさい、28じゃないですね、13たす5ですから18ですね、18秒で到達をしています。
これを使って今度は問題解いていきましょうなんですが、これで P 波の速さを出したいと。P 波の速さを出していきます、ね。で、ポイントになってくるところは、三角形で、距離、速さ、時間ですね。になりますから、まあ、今回で言ったらば、時間が18秒、そして距離が130キロと。これを使って解いていきましょうということになります。ならば、18分の130。とりあえず2で割って9分の65と。あとは65を9で割っていけばいいですね。65を9で割ると、築63。30で、20ですね。と、9に18と。小数第2を四捨五入してというふうになっているので、もう一個。7.222 ということになります。ので、小数第2を四捨五入して 7.2km/h。ということになりました。なので、4番の答えは 7.2km/h と。で、5番においても全く同じことをすれば良いということになるんですけど、震源があって、今度は S 波、主要動の方を見ていきます。で、基本的に書き方は全く同じですね。A 地点があって B 地点。上にも書いてあるので、省略してここだけ書いていきます。130km。今度は主要動の方なので、ここですね、を参考にしていきます。そうすると、24分54秒と、25分30秒ですね。じゃあ、この間は一体何秒あるかということで、36秒というふうになりました。従いまして、先ほどと同じように、三角形で整理をして、距離、速さ、時間。距離が130キロの時に、時間が36秒ですから。36分の130を計算すればいいと。そうしますと、こちらは 3.6 と出てきますので、3.6km/h という分でできました。さて、そうしますと、残り、この地震が発生した時刻はという話が最後に出てくるわけですけど、地震が発生した時刻を求めるには、あとはここのところが分かればいいわけですね。まあ、どちらを求めても構いませんけれども、50キロですから、ここに一体いくつっていう数字が入るかという計算をすれば、あとは出来上がりになると思います。そうすると、速さ分の距離で 7.2 分の50と。こういうふうにして求めることができます。で、こちらを計算していきますけど、これを計算してみると、よいしょ。50÷7.2 なので、6.94 ちょんちょんちょんというふうになります。まあ、せっかくなのでこっちも計算してみます。こちらの方は 3.6 分の50ですね。13.888 と続いていきます。まあ、おおよそでいきましょう。約7秒。
およそ7秒とすると、こちらが24分47秒から7秒前ということになるので、地震が発生した時刻24分40秒だというふうに出すことができます。こちらでも試していきますが、およそ14秒ですね。そうすると24分54秒の使用動からおよそ14秒前ということになると、こちらも同じように24分40秒になります。実際のテストの時には P 波あるいは S 波の方で求めればいいんですけど、この線分図が書けないと P 波の速さ、それから震源からの距離や時間などを求めることができません。ですので今回の回答として最も適当なのはいいだろうということが言えます。基本的に地震の問題はこの線分図を書いて整理をしてあげるということと、もう一つはこの初期微動継続時間ですね。これが震源からの距離に比例をすると、これを使って問題を解くパターン、これを覚えれば、まあ、地震に関しての計算は全てマスターというふうに言うことができると思うので、しっかりと整理をして、また線分図を書けるまで書いてみてから、ぜひ地震の問題には挑戦をしてください。